どうも、オプショントレーダーの熊谷です。今日もテクニカル分析を中心に今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。いよいよ正念場のアメリカ雇用統計。しかしその前に日本時間に日本株何兆円高止まらずということで、本当にね、3万6000円割るんじゃないかというような位置まで下落をしてきています。そして21時半の雇用統計を迎えるということで、今日は雇用統計速報値を踏まえながら、 その後来週の相場の動きを考察していきます是非最後までご覧くださいそれでは早速9月9日日経225オプション考察始めていきましょう はい、それでは9月6日相場外境からです日経平均3万6391円265円安でマイナス0.72%トピックス2597.42マイナス23.34でマイナス0.89%グロース643.88マイナス12.70でマイナス1.93%となっています。 次に、プライムの売買代金ですが、3兆8553億円、スタンダード861億円、グロース1114億円となっています。次に、ビックスと VI ですね。ビックスが22.31、昨日20.89ですから、ここはじりっと上がってきています。そして、日経平均 VI は、まあ、今日265円安。 でトピックスも同じぐらい下げてはいるんですが、わずか0.02ですけれども、ちょっとだけ下がりました、まあ昨日ちょっと上がりすぎたっていう部分もあったのかもしれないですね、29.07、まあ、とはいえ30近いので、これは引き続きイエローサインが点灯のまま、ジェットコースター相場になる可能性が高い、雇用統計が出た後もね、引き続き注意が必要な相場状況になっています。 はい、まずはライブのお知らせです。明日9月7日土曜日21時からいつものようにライブを行いますので、お時間のある方、ぜひお集まりください。よろしくお願いいたします。はい、そして今日はムームーさんのご紹介ですね。ムームー証券さんと日経 c NBC さんが主催するイベント、いよいよ近づいてまいりましたというところで、9月の16日ですね、定員1500名となっております。はい、えっと、東京のホテルオークラで開催されます。もちろん無料です。 でここね、1500人ですけれども、基本的にこれ、ムームー証券さんのお客さん向けに、まあ、企画されている部分でもあるので、応募が1500人以上ある場合は、抽選になりますが、やはり、口座を持っている人優先、まあ、これ、は普通に考えたらね、そういう人をまあ招待したいということになろうかと思いますので、まあ、できればね、行きたいなという方は、今のうちにアプリを落として、 で、まあ、できればね、講座開設までしておけば、もう今の時代、EKYC ってね、スマホのアプリで写真撮って、1日2日で講座できてしまいますので、まあ、そこまでしておけば、当選確率高まると思いますし、まあ、せっかくなんでね、ぜひ、まあ、使っていてみていただければなと思っております。 はいでこういったプログラムもまだ9月動いております。今日はねさらっといきますが、そして日経 CNBC さんとは、まあ、いつもここ提携されているので、今回イベントも共催されるんですが、日経 CNBC が有料で展開しているこのコンテンツですね、サブスクコンテンツ、アプリを落として講座を開いておくと無料で見れます。ここれはねね結構お得だし私もちょいちょょいいいい見ています、まあ、こういった、ね、あの 証券会社の単にトレードするだけのツールではなくて、スマホの無料の投資ツールという部分でもかなり秀でています。あと、別途ね、私特典の動画なんかも今お作りさせていただいてるんですが、このムーム証券さんのアプリでは、 大手機関投資家、バフェットさんとかソロスさんとかね、マイケル・バーリさんとか、まあ、そういった人たちとか、あとゴールドマンとか JP モルガンみたいな機関投資家大手、大口さんがですね、今、どういうところに投資していて、どこを増やして減らしてみたいなのが、四半期ごとに一目瞭然で簡単に出せます。まあ、こういったツールあの、もちろんムームさん以外にも、ね、出せるものありますけれど、簡単に非常に使いやすい UI ですぐに調べられる。今ね はい、あのバフェットさん、チャブっていうところにね、ちょっと資金入れてたりするんですけど、まあ、そういったものもすぐに調べるとわかります、まあ。こういったね、面白いツールでもあるので、興味のある方ね、ぜひ概要欄にリンクありますから、まずはアプリを落として、その勢いで講座解説まで進んでみてください。はい、それではチャートの方から見ていきます。まずはは日日経平均のの現物、まあ、今日、ね、これ形ロソク足の上が抜けてるんで 厳密に言うと違うんですが、でもこれね、また包み足の包み足陰線で下掘ってしまったと、で、3万6391円、安値は235円まであったというところで、非常にこれね、厳しい展開ですね。 じりじりだらだらっと下げてしまったと特にまあ5番も下げ止まらなかったというところで、まあ、残念ながらねこれ25日で2日間押し戻されているという形でもあってこれなかなか。 うこうなってしまうと、二十五日が近くて遠い壁にもなってきたというところですね。で、なんやかんや、もう二十五日が三万七千円を割れてきてるんですけど、まあ、そっからですね。六百円近く下に下がってしまっている、というのが、この現物の状況です。先物で見ると、二十一時十四分ですから、あと十五分で雇用統計という。雇用統計直前も、これ、ナイトに入ってね。本当にあれよ、あれよ、という間に。 ドル円が円高の方向に進んで、ですね、まあ、本当に夕方時間、もうあの見るたびに、ですね20円、30円ずつ先物が下げてるという状況でした、で21時14分、実はちょっと戻ってきての3万6170円、これね、安値、3万6000円割れてたんですね、3万5970円までつけてしまっている状況から、200円。 戻ってきた言うても戻ってきたのが、えっと、この雇用統計の前でした36,170円まではちょっと戻ってきたこの間ドル円も少し戻ってきたんですねただもうこうこなってくると 同じく3万6170円の時の GMMA オシレーターで見ると、やはり中期、もうどんどん下を掘っていて、これはもうおとといから中期、これ、トレンドが下落転換しているんで、その流れで上がったところはコールを売るなりね、要は上がらない、上がりづらいという相場になってしまってると、だからこれ、雇用統計で、もう本当に一発逆転の大きな上昇がになるような結果が出ればというところですね。 そしてもう1つこちらはスーパートレンドの現物なんですが昨日ギリギリ踏ん張ってましたがスーパートレンドでこの大々の、ね、ライン。 割り込んじゃいましたということでこれ長期トレンドも下落になりましたもうこれは先物になる前に現物の足でまあスーパートレンド私ずっと現物でチェックしてるのでまあ残念ながらですね長期もこれで下落です単中長いずれもすべての時間軸で冷やしベースは下落トレンドになりました今までは下がってきても押しめね中期長期が上向きだったので押しめ っっていうまあ方向性だったんでですすがここからはですねもう完全にトレンドが下落ですから、これ、下手したら大きな下落の起点にもなりうるというところで、これは押し目ではなくて、今度は下げ止まるかどうかを見ないといけないし、これ下げ止まりの位置を探ろうと思っても、ですねい,いくつものシナリオありますから、なかなか決め打ちはできない。もう結局 止まるまでは下がるというね、当たり前の感じで見ておかないと、メドをつけて、あらかじめそのあたりでロングを入れたりね、プットを打ったりすると、これは死んでしまうというところで気をつけないといけない状況になっています。まあ、とにもかくにも雇用統計次第というところですね。で、直前の SP500 も CFD ですけど、ずるずる下がってね、とうとう25日戦、まあ、ゼロラインを割ってきているという状況で雇用統計を迎えるということです。で こちら雇用統計直前の FedWatch。これ昨日と変わっていません。昨日の台本と全く同じでした。ですから0.25%の利下げが57%で0.50%ですね。50ベーシスポイントの利下げ。これが43%。割と肉薄している状況で雇用統計を待つということになりました。さあ、ここで21時半になったので雇用統計の結果が出てきました。はい、こちら速報ベースですが。 まず一番注目された失業率は予想通りの4.2%でとどまりました。これ良かったですね。はいまあ、それまでに出てくる指標が雇用,統計雇用系はです、ね、全部悪かったのでこれ下手したら4.3が出てくるんじゃないかというところを、まあ、ちょっと市場も警戒して、まあ、ある程度、ね、売りが膨らんだりスキューなんかもかなり高まってたと思うんですがこれは4.2だったのでまずは一安心。ただし このえっと、今度は非農業部門の雇用者数ですね、16.5万人なんですが、予想がね、14.2万人、まあ、やっぱりちょっとね少なかったんですが、まあ、それよりも何よりも、改定値が8.9万人になってますから、これ、今回のデータも本当なのと、結局来月になったらこれ、12万人ぐらいに、また、 過方修正されんじゃないのというようなところも、そろそろ市場は織り込んでくると思うので、予想よりも少ないけれども、これ、もう一段少なく見といた方がいいんじゃないかというところで、やっぱり雇用悪いなというところですね。で、その割には、まあ、物価が、ね、じわっと上がってると、目先ね、あの7月の。 えっと、物価関連も、まあ、PCE にしても何にしてもね、ほんのちょっと上がったり、0.1%ですけど、上がったりしているような状況ですから、これ、賃金も予想よりもさ,さらに0.1%上で、前回から見ると0.2%、これ、上昇してきているというところですね。ですから、まあ、なかなかちょっと賃金がまた少し増えてきているというところ、これもよろしくないですよね、はい。ということで、雇用統計の指標全体は、 まあ割ととと悪いいいんじゃないかなかうところですね、まあ、前月比でも0.4ですからね前年比と前月比になってますが。ということで、まあ、賃金がちょっと予想よりも上がってで失,業、えっと、失業率はいい分なんですけどこの雇用者数の増加分がよちょっと予想よりも少なかったということでこれね、まあ、割と下方向に反応するんじゃないかなと思いました。 でまあ、ここね、今週はずっと ISM の製造業で株がドスンと下がって、ジョルツの求人もあの予想よりも少なかった、ここでも下がって、ADP もかなり少なかった、やっぱりやばいんじゃないのっていうところだったんですが、昨日は23時、まあ、これ、動画には間に合わなかったんですけど、50.9の予想に対して51.5、これは予想より強かったんですね、今週初めて予想よりも強い指標が出てきて、これで少し持ち直した感があったと思います。 でまあ、しっかりと戻って今日朝始まったんですけど、日本時間になるとまた円高が進んで、日本株は売られたと、まあ、こういう状況で、この今日夜を迎えたというところなんですね。で、結果的には雇用統計も、まあ、あの一番最悪のシナリオ、失業率が4.3%以上出して、まあ、結構大幅に雇用者数が減るというシナリオは回避できましたが、決して強くない、これ、売られてもおかしくないというところだったんですが、まあ、これ、あの結果が出てから17分後。 ですね、なので、まだまだファーストインプレッションだしこれ、プレーの段階ですから22時半になってアメリカの市場が開いた後これをどう評価するかっていうのは開いてみないとわからないんですが結構ね、目先株高ですでも金利は下がりました。ですから金利が下が下って株高 まあ当然、金利が下がるということはドルが売られますからドル円も円高の方向に進んだという形ですね。で、その割にはね日経先物も,も割と強かったんですよ。金利が下がることで SP500 がぐわっと切り返したこともあってなんやかんやね日経先物3万6480円ぐらいまでいったんですね。発表の頃は3万6100円ぐらいでうろうろしてた。 でちょっと直近上がって200円ぐらいをつけて発表だったんですが一気にね3万6500円近くまで行ってでもね、ねここなんか動きおかしかったんですね、最初、はい、あのトレーニングビューもなんか固まったようになって一瞬3万5970円をつけましたなんかね壊れたのかなと思ったんですけど要は金利がねドーンと下がって株価がぶわっと上がったんですよ最初ねかと思ったらこのドル円がねぐーっと戻ってくる。 過程で今度は逆に一気に3万5970円になって、え、こっからえ300円以上急激に動いたんだけどみたいな、なんか変もう大,大口というかね、大型の枚数が動いたのか、板は見てなかったのはちょっと分からないんですよこ、このチャート見てたんでね、はいまあ、ちょっと非常に最初、先物、株と、ね、為替が逆の動きをして、すごく不安定な動きになってました。 まあ結果的にはね、これ 36, 3万6390円でもうちょっと進むと22時ぐらいから私、収録開始したんですが3万6500円までいってましたからね、なのでまたこれ、なんだかんだちょっとジグザグしながら3万6500の方に株は上がっていったという状況になっておりました、これがまあとりあえずのファーストインプレッションという動きですね、その時間帯で冷やしで金利を見ると、一旦下掘ったんですけど、ちょっと戻してきました。 1ということで、まあ、全体的には昨日から比べて結構なえっと金利がまた下がってきた方向ですね。はい、ということで。 金利が下がってくるということはこれ、9月の FOMC、さあ、0.25%の利下げなのか、0.5%なのかさ、発表前の値では、えっと、47%対53%という感じになってましたが、それ,それがどうなったかというと、ですねなんとこの時間、21時50分、逆転していました。 まあ、わずか2%なので、まあ、今ね、完全にイーブンになったと見るべきだと思いますが、0.5%の利下げがなんと51%で、とうとうこっちが逆転してきたという流れになったんですね、まあ、このあたりの今日の雇用統計の結果を受けて、まあまあ、あしから、あ,のあれですね、うん、FRB のメンバーもブラックアウト、だからお口にチャック期間に入るわけで。 だかき、まあ、今日の最後、場中に誰か、あそうかあの、誰か理事だったっけ、ウォーラーさんだっけ、ちょっと誰か忘れた、あの重要なコメントというか、ありますね、要、は、人、い、発言ありますから、またそれで動くかもしれませんが、非常にこれ、判断が難しくなったんだと思います、FRB にしても。はいまあ、こんな状況になってきました、当初よりも金利が下がって、ドルが売られてという展開になってきております。 はい、だからドル円で見ても、一旦これ、142円割れまで行ってたんですが、なので今日の夕方の株ラボでは、これ、やばいんじゃないのというようなお話もしたんですが、そこから1円ぐらい切り返しました、一時143円になってましたけど、21時52分現在はまた142円93銭、まあ、このあたり結構、まあ、当然ね、雇用統計の後でボラティリティ出てますし、22時半、今度は現物市場が始まって、 株も大きく動いてきますから、まあ、株の動きと為替ですね、まあ、為替というか金利のところがどう動くかっていうのはちょっとこれは、まあ、どっちかというとですね22時半。 からの最初の30分と、あとはやっぱり日本時間の明け方ですね、アメリカ市場の引け間際に、今までの流れと逆転のする形でぐっと上がったり下がったりするので、これはね、なかなか明日朝起きてみないとなかなか方向性はつかめないんじゃないかなと思っております。はい、ということで、まあ、日本株に戻ってきて、日本株は一応これ、マクリーマーク2で見てもですね、 天井サインから下落のクロスここの大きな下げでは結局私ポジション取れなかったんですがただ一応ね基本的には上がらない上がりづらいというところで戻したところをコール売りでいいんじゃないかとまあもちろん下の方のポジションはねプット買いとかプットデビット あの持ってれすで既に私持ってたものが上に行ってゾンビ化してたのが生き返ってきたという感じなので、まあ、一旦はそれを持ったままなので新たにプット買いとかプットデビット的なポジションは入れずにですね生き返ったゾンビを喜んでいたんですがただ 上のところはですね、ちょっとバタフライとね、デビット、えっとね、ほぼほぼコスト回収できてたんですけど、あとね、25円か30円分ぐらい足りないので、まあ、できればね、コール売りで5、60円取りたいなと思って、ここ9月5日ですね、昨日の朝9時半ぐらいに、まず3万9250の39円、超超絶チキン売りです、39円のコールを売って、一旦18円ぐらいまで行ったと思うんですけど、 切り返してこられてですね、トレイルで三十円のところで利格しちゃったんですよね。刺さっちゃったんですね。これもうちょっと引き上げて縦値決済か五十五円ぐらいまで逆差し値のねこの損切り引き上げようかなと思ってる間に決済しちゃってまあ九円ばかしプラスだったんでここがと十六時五十二分ですからナイトセッションに入ったところかな決済ですね。 悔しいので3万9000円に下げてまた40円で売り差ししてたらですねまた株価が上がってきてここが食ってもらえたんですねこれはですね41円ぐらいまでしか上がらなかったところを40円で売れたのでまあ割といいところで売れたんかなと。 で1日持ってて今日、まあ、下がったところで一時18円ぐらいまで下がったんですけどそこで利確できずに、まあ、雇用統計でもちろんロスカット60円ぐらい65円ぐらいかなで入れた上でちょっと様子を見てたんですけどねもうスプレッド開いてですね3万9000円というメジャーどころだろうが。 SQ まであと1週間だろうがが全然枚数がないんですねだからもう売り,売りたくてもですね、スプレッド売り買いしたくてもね、なかなかメジャー公示価格なのに、こんなスカスカなのかと、まあ、雇用統計前で枚数減ってたってのもあるんですけど、昨日もうも、んね、マーケットメーカーが7枚ぐらいずつしか上社出してなくてですね、うん、これは参ったなと思いましたが。はいでまあ、一応18円で OC を入れたたところが刺さったのでまあ、結果オーライかな結果的にはこれ15円ぐらいまでいったのでまあね持ってればいいしなんならこの39円で売ったものを結局余計なことせずにですねロスカット70円ぐらいで入れて持ったままにしとけばまあおそらく39円取れただろうという展開かなというとこなんですけどね。まあ、まああこれで一応 まあこれサインはまだねコール売り決済じゃないんですよ、全然5日線下向きなんでね、ただちょっと雇用統計で、このあと気がついたら3万7千円ぐらいまで戻ってるかもしれないと。 せっかくこれね、利益出てたのがまたマイナスになっちゃうかもと思ったので、ここで決済をしました。まあ、超絶チキンですけどね。また上がったら、えっと、もう一回特急あと一回ぐらいね、コール売り、9月切りでやってやろうかなと思いつつも、まあ、あの、3万6000円のプットバタフライと、それからプットデビットがね、どっちもこれ、ストライクに近づいてきて、まあ、残念ながら今、3万6500円まで戻っちゃってるんですけど、まあ、あとね、来週、じんわりと下げていただければ、 えっとバタフライがね割といいところで決済というかあの S q 値になればミニとはいえねミニオプションのバタフライとはいえ結構な利益何せ2000円幅ですからね上下2000円で4000円幅のバタフライなんでまあそこそこ利益が見込めるということで私のポジショントークは3万6000円で終わっていただければと思っておりますがまあちょっとね雇用統計このまんまんと上に行くような展開になるとまあ3万7000円から7500円ぐらい の sq 値になってくるのかな？という気もちらっとしております。はい、ここからはオプションの手口ですけれども、あと1週間になってきましたえ、今日9月6日はコールサイド6415枚これ海外勢合算分です。<laughs> でプットサイドが9629ということで、まあ、約1.5倍プットが多かった、さすがにね、0.7%ぐらい今日下げてきてますから、そして3万6000円が一時的にはほぼストライクになってきたというところで、まあ、さらにその下、3万5625のプットとか、3万5500のプット、このあたりがしっかりと枚数入ってきてますね。はい、で、3万6000円が何百円で1万7000枚という形で、 まあ、分かってる範囲だと一番ホットな枚数エリアになってきてるというとこですから下は、ね、3万6000円の工房っていうのは、まあ、それなりにあるんじゃないかなと思っています。 で上はですね、ちょっと分かんなくなってきたんですね、3万8000円までちょっと遠のいてしまっているので、で、何が惜しかったかっていうと、また、これも海外勢分かってやってるのかな、えっとですね、月曜日の j p x の開示が、3万6125から1、2、3、4、5、3万6625ということで、3万6000円が月曜日開示エリアから外れました、つまり5つ開示される棚卸しですね。 3万6000円がコールとプット買い越しなのか売り越しなのかで、まあ、全体的にどっち見てるのかっていうヒントになったんですがそれが わからないといとう状況にななってきてきおりますなのでもうね全体的なバランスで見るしかないかなと思っていてそう考えると直近今週1週間割とプット多めだったんですけどそれでもねそこまでコールとプットの差ないんですよねはいこの9月の4日だけプットサイドコールの2倍ぐらい大きな下落でこうポジション出たんですけど それ以外はね、そこまで、まあ、プットの方が多いんですけど、そこまで大きくプットが多かったわけではないので、全体的に9月切りで見ると、まだコールとプットって、この後出てきますけどね、ほぼ、あのコールのが若干多いぐらい、そして、えっと、19日以降で見ても、ほぼイーブンなんですね、今週はややプットが多いんですけど、その前はコールがやや多くって、9月切り、 コールとプットの、まあ、いわゆる海外勢の動かした枚数からで見ても割とイーブンなんでこれ上に行くか下に行くかそれを頼りにすることもちょっと難しいぐらいいい感じにねバランス取れちゃってるという状況になっております。 はい、次にゴールドマンですが、ゴールドマン、今日はね、プットが703枚、コールは100枚ということで、プット下の3万6000円と3万5500を、まあ、それぞれ260枚と400枚という形で、まあ、割とね、動かしてきたかなという印象があります。はい、ですから、うん、ここはね、ちょっとどうなのかというところですね、基本的に分かってる開示エリアは3万8000円よりも上のところをコール外のプット売りで持ってたというところですね。 はいでまあ、ここはですねちょっとデビットのような形なので全体的なバランスで考えると別にそこまであの下を見ているバランスになってるわけでもないというところで以前はねこれ残ってるかどうかわかんないんですけど最初の頃はこれ3万5000円のプット1059枚売ってましたから、まあ、少なくとも3万5000円 よりは上を見ていると思いますが、まあ、現状、この3万6000から3万7000ぐらいのところにおいてどういうポジションなのかっていうのがちょっと見えてこない。 ただね、3万6000円のところが1300枚超えてきましたから、もしこれ、下目線で見てるのであれば、まあ、ちょっとね、3万6500を中心に、上ポジと下ポジに、両サイドのにらみを入れてきたかもしれない。まあ、ちょっとねちょ、情報が少ないので、何とも言えないですが、そんなふうには予想をしています。はい、次にアムロです。アムロは2550枚というところがコール、プットが3525ですから、こちらも1.5倍近く。 えこうごめんなさい、プットの方が多いと、そして3万6000円のプットが1071枚という形になっています。 もともとアムロは3万8000円と3万8500円で売り買いがきっ抗しているという状況で株価がドスンと来てますから、まあ、こちらも、ね、3万7000円と3万6000円のところをどういうバランスでやってるのか、まあ、全然見えないんですね入れてるポジションもコールとプット、まあ、そんなに大きく変わらない若干、プットの方が多くてやっぱり3万6000円というところをこれ週間で7500枚入れてきているので、まあ、ここの攻防ということになってくると思いますが 3万6000円を雇用統計で大きく割り込むような展開に今日、ナイトでならなければ、割と3万6000円はちょっと下にね上がっていっちゃうのかなと、私のポジショントークはそれはやめてほしいなんですが、そういう動きになりそうな気がしております。こちら、久々にねえっと海外勢のコールとプットの取引枚数のグラフになってます。ちょっっと最初にに言ったように これ全体で見ると、ここがべらぼうに多かったんですね、コールがね。その影響もあって、9月切り、全体で見るとまだ11万枚コール、で、プットが約10万枚ですから、若干1.14倍コールの方が多いんです。多いんですが、大体ですね、この19日かな、こっから、この異常な日を除いた19日からの相場で見ると、前半コールがやや多くって、今週プットが多くってということで、 ほぼコールが8万500枚、プットが7万9100枚ということで、若干まだコールの方が多いんですね、これでも。今週ちょっとプットのが多いですけど、そこまで偏ってないですから、まあ、やはりね、ちょっと縦玉の枚数だけで見ると、序盤上に行って、その後下に行って。 来ててとととといいいいううこころででどがが均衡点かというのが枚数ではちょっっり知れなないい状況になっていま,すまあいずれにしてもですね S q に向けてコールかプットを大きく偏っているというわけではないので、まあ、常に今のその ATM を軸にですね上と下、まあ、両サイドどっちに行ってもいいようなちょっとポジションで組んできてるんじゃないかなという気がしております。 はい、最後は先物です、えっと。今日は42万枚、昨日とほぼ同じですね。ただですね、ゴールドマンが4万5千枚動かしてきております。はい、これがね、どっちに入れたのか、まあ、もしくは売り買い、売り買い、売り買いで枚数だけが膨らんだのかもしれませんが、でまあ、そろそろねあのロールオーバーの季節になってくるんですけれども、まあ、ここはいつも言ってるようにあの12月切りも合算しているので、でね、今日、あの ちょっと出すの忘れましたけど、ざっくり9月切りと12月切りの、まあ、枚数のね、動かされてる枚数のを見たんですけど、まだそこまで12月切りは入ってません、動いていないので、これ、ロールオーバーが進んで、枚数が増えてるわけでは、どうやらまだなさそうだというところですね。単に、ボラティリティが上がって、まあ、出来高も大きい中で、先物も,もそれなりに3日連続40万枚できているという状況だと思います。そんな中でね、ちょっとゴールドマンが4万5000枚動かしてきているので、 まあこれを、まあ今日の値動きでいうとちょっと下でしたから、下方向に先物で動かしてきているのかどうかということですね。 基本的ににはままだ売り越しになってます先週は1万1000枚買い戻した状況ですけどまだ、ね、2万7000枚ほどの売り越し換算になってますから、まあ、今週、ね、金曜日、ちょっとどう動かしたのかこれ JPX 月曜日の開示を待ちたいと思いますが、まあ、いずれにしても今日の動きを見ていると海外勢は先物を軸に買っていっているようには見えないですね。 はい、原先でうまくバランスを取りながらでも若干やっぱり先物は売り主導で来てるんじゃないかなと予測をしておりますはいということでいかがだったでしょうかちょっとね明日の天気予報はまあきちょっと雇用統計アメリカが現物市場でどう動くかも全く読めないのでちょっと今回はお出しをしておりませんまあ本編でお話をしたように一旦3万6000円は見て そこで下げ止まってちょっと反発を見に行く、まあ、そういう展開かなという気がね、ちょっとプレの段階で雇用統計の後のファーストインプレッションはそうかなと見てるんですが、まあ、実際ちょっと相場が動いて中身をじっくり見て、現物市場で個別株が動いたときにどうなるかっていうのはねちょっと読めないですね。ただこれ36,000を割るような形で 明日朝起きたら先物がねそんな価格になってたとしたらこれはですねちょっと週明け、S q 州に逆に上に大きく仕掛けるんじゃないかという期待はかなり後退してこれ下手したら3万5000前半までいっちゃうんじゃないかまあそういった心配をする週になってしまうと思うのでまあ私はもうね今日は疲れたので早く寝ますが明日朝土曜日の朝見てね先物の,の価格で。 まあかなり状況が変わってくると見ています。はい、ということで今日の動画も役に立ったぞ、そしてこのチャンネル応援してもいいよという方はチャンネル登録とグッドボタンの方ね、ぜひポチッとよろしくお願いいたします。いつも見ていただいて本当にありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね